シカコさん。はい。アルビ米が。はい。このアルビ米が。お。ついに洋六さんで。はい。販売が決定しました。おめでとうございます。いやー。ありがとうございます。目を引きますね。目立つでしょ、このパッケージ。これは、ですよね、野沢さん。そうなんです。これ実はね。はい。去年からなんですけど、はい、これ見てください、これ。このトレーニングウェア、選手が実際し、はいはい、着用しているこの練習着の、ここに、新潟久保田さんがロゴが入ってるでしょ、はい、これトレーニングウェアパートナーになっていただいた、新潟久保田さんとの、はい、プロデュース、取り組みで、このアルビ米が生まれたんです。はい、なるほどですね、はい。最強じゃないですか。最強なんですよ。ね、そして、はい、このやっぱりアルビ米っていうのは、うん、このお米ね、やっぱり新潟の米、コシヒカリ美味しいお米を、うん、やっぱたくさんの人に食べてもらって、はい、それが、またこのチームの支援にもつながる、うん。あー、いいですね。美味しくて、それで支援もできる。みんな笑顔じゃないですか。みんな笑顔。うん、それで、応援でしてチームが強くなって、はい、選手が躍動しているこのプレーを、うん、はい、みんなが見る。見る。そしてまたみんなが元気になる。なる。そういうことなんですよ。いやー、いいですね。で、お米できたんですね。お米できました。いやー、今年も新米が。わー、え、田植えからもしかして。そうなんです。実は僕が筋巻きから。おー、あとまあ田植えとか、はい、まあ、稲刈りも。稲刈りも。稲刈りもしました。もしかしてなんかこうコンバインに乗ったりとか収穫。そうなんです、コンバインに乗ってウィーッと刈りましたよ。本当ですか？はい。大丈夫でした。なんとか。ちゃんと枯れました。いや、ちょっと、農家の人には、ちょっとまだな、まだまだって言われましたけど、でもなんとか買って、この秋いよいよ、はい、新米が出ますから。いやー、嬉しい、新米。楽しみですよね。楽しみですよね。それで、うん、その、はいはい、アルビ米新米が、はい、魚六さんから、はい、まあ、お弁当として今回、うん、ね、発売されるっていうことで、はい、やっぱりたくさんの人にこのアルビ米を食べてもらいたい、うん、食べてもらいたい。どうやったら、はい、お米たくさん食べてくれるのかなって思った時に、やっぱ、うん、美味しいお弁当を作って、はい、このアルビ米を食べてもらおうと思って、うん、ちかこさんに、はい、協力をお願いしたんです。いやー、光栄です。ありがとうございます。ありがとうございます。米が、ご飯が進むお弁当を作ればいいんですよね。そうなんです。これはお任せください。もうお弁当って、うん、主役って、はい、お米とおかずと、うん、どっちなんですか。いや、もうそれも米でしょ。米ですかね。米です。やっぱ米が美味しいからおかずも進む、うん、まあでもおかずも美味しいから米も進む、うん、選べないですね。両方主役ですかね。やっぱサッカー一人じゃできないっていうところですかね、うん、チームプレーですよ。です、ね、お弁当という箱庭の中で、うん、もういろんなおかずが切磋琢磨して一つになって、チームワークがっちり、はい、それで一つのこう、チームとして、お弁当として出来上がるってことですね。そのお弁当を、はい、じゃあ考えさせていただいていいんですか？そうなんです。どんなお弁当を千川さん、プロデュースしてくれるんですか？そうですね。あー、どうしようかなー。まあ、やっぱりご飯が進むってことは、はい、そうだな、お肉？お肉だったら、しっかりこう塩味も入れて、うん、はい、なんか塩麹なんかを使って、ちょっと発酵食品も取り入れて、体に優しい塩味を入れた、鶏肉の料理とか、はい、あとはいろんなこう、副菜、野菜とかも入れつつ、うんうん、見た目も鮮やかなお弁当作ってみたいですね。いや、美味しそうですね、それ想像しただけで。でも野沢さんお弁当作られるんじゃないですか？いや、僕も一応、アルビ代表として、はいはい。今回お弁当をプロデュースさせてもらおうかなと。おー、楽しみー。で、まあ、僕は、はい、一応ちょっとこう、元、ね、現役、うん、そうですよ、サッカー選手だったので、はい、まあ、少しそれを目線からもこう考えて、あ、そしてみんな大好き、誰でも美味しく食べるっていうところで、うんうんうん、まあ、この生姜焼き丼。あー、生姜焼き丼っていうのはどうかなと。いいですね。生姜焼き定食とかってあるけど、はいはい、あんまりそれが丼になってるって確かになくないですか。確かに定食はあるけど、生姜焼き丼ってあんま聞いたことないですね。ないですよね。うん。あ、なんか丼物ですか。
やっぱりこうアスリートなんで、がっつり食べれて、そしてやっぱ豚ってね、はい、ビタミン B1 って言うじゃないですか。疲労回復、うんうん、次の日の練習に疲れを残さない。はい、なるほどね。その日のやっぱ疲れはその日のうちにどっかで聞いたことありますけど、はい、ね、うんうん、やっぱりそこでしっかり疲れを取って、はい、次の日の活力にするっていうところを、アスリートとしても非常に大事なので。そっか、その野沢さんのアスリートが、の人生が反映された、はい。丼物が出来上がるってことですね。もうそれはだからアスリートだけじゃなくって、うん、一般の皆さんにも。確かに頑張る人にね、食べてほしいですね。はい、あと一生懸命サッカーやったり、部活やったりしている子供たち、うん、成長期の子供たちにもいいんじゃないですか。ああ、いいですよね。うん、でも生姜焼きなんていうか、生姜とかってどういう効果があるんですか？生姜はもう体がポカポカになるので、代謝が上がるんですね。はい、なんで、免疫力高まりますし、はい、それこそ本当元気が出る食材なので、はい。なるほど。今の時期やっぱ免疫力大切ですからね。大切ですよね。どうですか、免疫力の沢さんはもう元気印ですね。もう免疫力の塊って言われてるんで。そうですね、ちょっとね。まあだからもう本当にそういうところで、はい、まあ私たち2人のこうお弁当をたくさんの人に、はい、前と一緒に食べてもらえたらなっていう、そうですね、うん、思いますね。じゃあそのできたお弁当丼ぶりは、ウォーロクさんの店頭に並べていただけるんですか？並べていただけるんですかね。大丈夫。並べていただけますか？まあ、それはあれですけど。私たち手売りですか？私は駅のプラットフォームでこう。いかがですか？そうですか？じゃなくて、ウォーロクさんで売りますから。やったー。頑張りましょう。楽しみですね。楽しみですね。本当にありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、頑張って試作を進めていきます。よろしくお願いします。お願いします。僕たちがプロデュースしたアルビン米を使ったお弁当、販売決定です！決定！ぜひ皆さん、ウォロクさん店頭でお手に取ってください。食べてください。